はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の歯医者のね、ご報告でございますけどもね、僕もその歯医者の希望のメニューとしましてはですね、右下の虫歯の治療をして、その後ろに、装着する銀歯のための型取りをするというのが希望だったんですけども、なんとね、希望通りになりました。素晴らしい。もう先生とね、思いが通じ合った瞬間でしたね。まあ、心の距離がね、一気にこうギュッと縮んだ気がしますね。いや、嬉しかったですね。まあ、最初はね、まあ、ほんまにその昨日の動画でも言った通りなんですけども、まあ、今のメインのその銀歯をね、する前に、型取りをするにはね、その、まあ、その銀歯の周辺の、虫歯の治療をね、終えておかなければならないので、まずはその治療から始まる。ダメなんです本当は。だからその治療から始まりまして、だからそのね、治療っていうのは、その、まあ、虫歯の治療というのはね、ドリルで虫歯部分を削るわけですよ。その痛みに敏感になってしまってる僕というのはですね、まあ、ちょっとのそのドリルのね、キュイーンっていう物理的な振動で、神経がね、ちょっとでも刺激されてしまうと、もう大げさに反応してしまうので、先生もね、もう、あ、こいつはちょっとの刺激でも過剰に痛みを感じるやつやったわ、というのをね、まあ、思い出したかのようにですね、また先にね、麻酔しときますね、とね、まあ、いつもの通りに麻酔から始まりました。もうね、その歯医者に来てね、麻酔をしない日なんてね、もうないんちゃうかなって思うぐらいになりましてね、まあ、当然のことながらね、まあ、麻酔をされることに、ね、慣れてしまいまして、だからもうね、ほんまにね、麻酔なんてね、何とも思わなくなりました。まあ、痛いは痛いですけどね。で、ほんで、その麻酔をね、打ってもらったんですけども、いや、そのいつもやったらね、その麻酔を打ち終わって、はい、うがいどうぞって言われてから体を起こされてうがいするじゃないですか。ほんで、まあ、麻酔が効いてくるまで5分ぐらい待ってくださいねってね、言われるんですけども、今回はそれがなくてですね、僕はうがいしながら、よし、まあ、今から5分待ってからのドリルやな。でね、その心の準備をしようと思ったのに、そんな暇もなく、椅子をまた再び倒されましてですね、ドリルが始まってしまいまして、だからその最初の5秒ぐらいでね、もうね、あのドリルがね、すごい痛くて染みてたんですよ。だからすぐにパッとこうね、手を挙げてしまってね、あ、ちょっと待ちましょうかってね、言われました。それでもまあ30秒ぐらいしたらね、すぐに再開されてね、今ちょっと染みましたけど、まあだんだんこう麻酔が効いてきたので、もう痛みもね、何も感じなくなってことが順調に進んでいきました。しかしね、まあ、その時にね、その、まあ、男の研修医さんがね、まあ、横に助手でついてくれてたんですけども、その子のね、吸引器のね、当て方がね、痛くて、あのね、麻酔してるけど痛いんですよ。吸引器の先ってね、柔らかい、まあ、ゴムのようなね、シリコン製なんでしょうかね。その柔らかいのをええことにですね、その歯茎の内側のベロッカーの方の歯茎の方にね、こう常にこう、ギュッて押し当てられてたんですよ。まあ、そのおかげでね、その唾液やドリルの先から出てるその水がね、まあ、口の中に溜まりやすすぎることは、溜まりすぎることっていうのはなかったから、まあ、良かったんですけども、もうね、麻酔をされてるのにね、こんなに押し当てられてる感がこう、感じるかって思うぐらいね、の強さだったんで、こう今家に帰ってきて、まあ、しばらく経って、こう麻酔が切れてくるじゃないですか。そしたら、そこの押し当てられてたところのね、薄皮がね、めくれてたのにね、気づき始めたんですよ。麻酔が切れてね、治療した歯の痛さっていうところよりもね、まあ、そこがすごい気になって知らなかったですわ。まあ、ただでさえね、口の中はね、ただれて粘膜が剥がれてるのに、こう、傷口をね、増やされて帰ってきて、どないすんねんなって話ですよ、ほんまに。まだね、そのベロでさって思う、そこは傷がありますわ。まあ、これはね、彼のためにね、次回ね、先生にね、伝えます。力が強かったですよとね。ほんで、今その、まあ、ちゃんとね、今回は希望通りにその歯の型取りまでをしてもらったんですけども、型取りのそのピンク色のやつあるでしょ、まあ、あるでしょって、まあ、どこの歯医者もね、ピンク色かどうか分かりませんけども、まあ、うちの歯医者はピンク色だったんですけど、型取りする成分ってあるじゃないですか。あれは実はね、海藻からできてるらしいんですよね。
だからね、その誤ってね飲み込んだとしてもね、害はないようにできてるんですよ。あ、海藻ってあの海の海藻ね、あれの成分からできてるんですよね。だから僕がねカメラ回しながらこう自撮りしてね感心してるからね、先生も結構テンションが上がってね、最近いろいろとね教えてくれるようになったんですわ。いや、ほんま知らなかったですわ。だからね、また知識が増えたわーってね思ってね帰ってきてね、結構得したわーって気分やったんですけども、そのね晩に、お風呂に入ってシャワーでね、お口をガーってゆすいで、うがいというかね、ブクブクペーってしたらね、このね右上の奥の歯とその後ろの親知らずとのね間があるんですよ。右奥と親知らずの間ね、僕ここ虫歯になってたんですよ。でそこにね詰めてた詰め物がねポロってね取れてしまいましてね、またタイミング悪いなーって話ですよ。ほんまにね、一昨日の晩に取れてたら昨日ついでにね詰めてもらえてたのにねって感じなんです。次回の通院までね耐えれなくなったら、そこで電話して詰めてもらいに行ってきます。でもとりあえずはね、メインの治療というのは進んでいっております。今だいぶ落ち着いていて治療が順調に進んでいってるので、お掃除とかね、何ですか、歯石取りとかっていうのあるじゃないですか。ああいうのの口腔ケア治療じゃなくて、どうなんつったらいいんですかね、洗浄ですね、口腔内洗浄っていうのをしてもらいにね、いてそろそろ始めていこうかっていうふうにも言われてるんで、また美人歯科衛生士に会えると思ったらね、ちょっとね胸が高鳴りますね。治療しに行ってるからね、そんな気持ちでいたらダメなんですよ。だからね、身を引き締めてちゃんとね治療をするようにしておきます。そんな感じでね、とりあえずメインの治療は進んでいってますよという昨日の歯医者のお話でございました。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。